あ、こんばんは、マキコさん。はい、こんばんは、マリオさん。久しぶりですね。久しぶりですね。ね今日は、久しぶりに、マキコさんの、歌を聴きたいと思いましてね。はい、で時間を作ったんですけど。ありがとうございます。ね、今日はどんな歌っていうんですけども、はい、まあ京都はな7月になると、はい、まあ、祇園祭りがあるんですけどね。そうですね。今年は、ね、コロナのおかげで、まあ、あの函館も巡行もなくて、ね、八坂神社にね、お参りだけっていうことになったんですけども、はい、まあ、あの祇園祭りというとね、あの、はい、昔はあの疫病退散っていうを主にされたんですけども、はい、今年はねちょっと残念なことですね。そうですね。マチコさんの歌っていただく歌は、まずはもう賑やかな歌から。でなんかあの、はい、薬っていう字が出てくるんですけど。そうですそうです。ね、歌は妙な薬だと。題名は何て言う？心の薬。歌は妙薬、心の薬。あ、それはやっぱり病気には一番いい歌ですね。そうです ね、はい。では、はい、歌っていただきましょうかね。はい。はい、手拍子で。うん。酒が回れば鼻歌歌い、マイク握れば本気で歌う。歌はいいもんだ、心の薬になるという。恋の傷ならかすり傷、一つ歌えば楽になる、二つ三つですぐ治る。さっさ大きな大きな声で、おいも若きも歌おうじゃないか。マリオさん、歌好きですか？好きですね。歌ってますか？この歌はちょっと難しいから歌いにくいな。そうですか。縁かなつめろ、何でもござれ、下手も上手もこつつけぬ。歌は苦くない、心の薬になるという。医者にゃようなし、義理もなし、一つ歌えばから元気、二つ三つでみな元気。さっさ大きな大きな声で、おいも若きも歌おうじゃないか。医者にゃようなし、義理もなし、一つ歌えばから元気、二つ三つでみな元気。さっさ大きな大きな声で、おいも若きも歌おうじゃないか。いやー、なんかね、あのなんか病院 の、 その医者には用なし、義理もなしって言ったらね、営業妨害してるような歌ですね。そうね。そうねじゃない。これは何年前ぐらいに？これは2012年ですね。ああ、もう8年ぐらい前、はい、そうですね、はいはい。これを作った方はね、亡くなられたんですけどね、この間4月18日に、うん、あの詩ね、詩を作られた作詞の先生ね。だからまああのね、歌がね、薬でね。そうですね。で、まああの恋にもね、恋煩いにも
薬が効くという内容の歌 で、 そうです、ね、作詞もなかなか面白い詩ですね、これは。そうです ね、 ね、はい、歌ってみてどうですか。歌ってみてね、一番最初どんな感じだったんですか。最初はね、この温度調はね、ちょっとね、早い言われたんです、会社の社長に。10年ぐらい経った歌手がね、大体こういうお遊びの歌を作るんだって。ほんで私先が短いから、もうお遊びの歌作りますよって。まあ、お座敷ソングですかね。まあそうです ね、 ね、宴会ソングっていうのか、ね、夏祭り用っていうのかにもいいと思います。ね、はい。でちょっとコミックソング調のね、うん、なんかこう ね、 うね、はい、面白いとこもちょっとあって。そうですね。ね、はい。まあコロナでね、みんなこうね、そうですね、なかなかね、そのこう、はい、気分が落ち込んでるんで、そうです ね、 確かにね、ぜひこういう歌で気分を晴らして、はあはあ、してね、ね、免疫力を高めて、いいんですけどね、もうカラオケもこんなマスクで歌わないとダメなのでそれが悲しいですね。カラオケマスクはめて歌うんですか。うん、そう、ね、よくテレビでやってはるのはそうですよ。あ、はい、そうですね、はい、そういうのほら昔からね、目がほら、目の美人って言い張りませんか、はいね、はい、マスクはめてると、うん、女の人みんな ね、 ね、綺麗に見えちゃってね確かにね、心が揺らぎますねそうですか、揺らぎます目だけ目力に負けちゃってねそうです、だから化粧品が売れなくて困ってはるんですよ祇園祭りは、まあ、京都ですのでね、はいはい、で次は歌っていただくのは、はい、歌、うん、京都物語っていう歌があるんですけど、多分これ2010年やと思うんですけど、原優子さん、桑田佳祐さんのサザンオールスターズのね、奥さんなんですけど、その方の歌で京都物語っていうのがあって、あ、ちょうどなんか京都のね、今の時期にいいかなと思って、はい、でこれ歌ってる方が原優子さん、うん、ちょっと調べてみたんですけどね、はい、そんなひろしに騙されてとかね、ああそれね、カバーですよね、ああで、はい、愛して愛して愛しちゃったとかね、あ、もうカバーですね、ああ昔違う方が歌っておられたっていう、ね、でリボンの騎士とかね、ああ、はあ、そうですね、歌っておられるって載ってたんですけど、はいはい、だから結構その幅広いですね、はい、うん、まあ幅広いというのかね、皆さんよくカバーをね歌っておられるので、カバー曲をやっておられるのでね、 あそういう意味で、はい、うん、では京都物語ですね、はい、まちこさんが歌うと、はい、そうですね、ということで、はい、どんな歌でしょうね、聞いてみてお楽しみとしましょうかね、はいはいはい、そしたらもうこれはアカペラですアカペラなので、アカペラで歌いますね私らアカペラで伴奏がなかったら歌えないけどね、はい、あ、そしたらね、いきますね、はいはい、京都物語です、はい、お願いします。鴨川流る今日はふるさと、春は花とろの東山でした、祇園林が響く夏にも、送り火に揺られて永遠にあなたは眠る、二人で歩いた小道や石畳、月夜に紛れて隠れた恋の街、都や御所のもみじ染まりて、歌人がめでたは秋の南禅寺、嵐山にて雪も恋しや、南天の実のような赤い紅を刺すは、帰らぬ人への思い出あふる場所、幾千年もの涙の別れ道、華やぐ夜の
彩りや河原町ともさようなら、二人で歩いた小道は濡れていた、月夜に紛れて隠れた恋の街、昨日と明日を結んで帯にして、桜の花咲く頃また京都へ。マスクだと歌いにくいですね。すごいな、それとね、曲なしで歌うっていうのは曲なしで大丈夫どんな人覚えるんですかね、これは曲なしでも大丈夫で、ね、全然これまあね、小畑さんってその京都生まれと違うのにね、うん、京都の情景、うん、情景ね、はいはい、ずっといろんな、はい、まあ、観光地っていうんですか、ずっと歌い込んでるし、そう、ね、そうですね。で、はい、あの人の今まで作ってる曲の旋律とね、ちょっと違って、ちょっと違いますね、なんかこう哀愁を帯びてるようなね、うん、感じで、まあ、京都歌ってる歌って他にもたくさんありますけどね、はい、ね、そうですね。私もね、5年ほど前にこれ知ったんですけど、はい、いい歌だなと思って ね、京都のことはね、今度入ってるしね。まあ、京都ね、観光都市なんですけど、うん、ね、まあ、あまり他府県からね、来ないでほしいっておっしゃったりしてますけどね、うんうん、今はですね、ね、うん、まあ、早くね、そうですね、元気になって、ね、皆さん来てもらった方がいいですけどね、うん、まだまだ閉めてはるところがあるのでね、そうですね、ね、うん、とだからね、こう店ね、こう開けて、結構こうね、三密どころじゃなくて、うん、こうやってる飲食店も、うん、国道筋にありますね。それは市ですよとか言って、いやそれはそうですか、ほら、いいんですか、自主って言ってるから、自粛ね、強制と違うし、ね、まあ、自主ね、うん、だから食べに行くっていう人も、うん、まあね、自分でこう自分を守りながら、うん、こう食べるということなんでしょうね、うん、ちょっとね、密にならないようにね、席を空けたりね、そうね、出るところもあればね、いろいろですね、まあ、いろいろ ね、 そうですね、コロナっていうね、ウイルスもね、どんなウイルスかっていうのはまだはっきり分かってないところもあるしね、まあ、お互いに気をつけながら過ごしていきたいですね。気をつけないとね、はい、ね、これ今ね、その収録してるんですけど、はい、前にはパネルはあるわね、そうです、こうマスクはめてるわね、そうです、そうです、あと 2,3 年振り返ってね、この番組を見てみたら、そうですね、あんな時代やったっていう話になるわけですね。そうですね、確かに ね、はい、ありますね、うん、うん、なかなかイベントとかも ね、うん、ね、ないのでね、うん、では今日もその時間も迫ってきましたので、はい、終わりだと思うんですけども、はい、その YouTube とかね、はい、FM 放送聞いておられる方はもしね、コメントがありましたらぜひ打ち込んでほしいんですよ。で、またまちこさんに歌ってほしいようなリクエストの曲があったらまた知らせていただきますか。ではさようなら。どうも。